和歌山関西学院高校部。果たしてこの最終クォーターで最終的に勝利を手に入れることができるのはどちらのチームとなるでしょうか。これよりファイナルクォーター、第4クォーターに移ります。関西学院相手に7ヤードからファーストダウン、ゴール前7ヤードからファーストダウンの攻撃です。ファーストダウン、ゴール2号。関西学院高校部クォーターバック9番長澤孝雄がボールを引く。しかしここは関西大学第一高校ディフェンスの集まりがよくノーゲイン。力と技、そして知力を尽くしました双方の攻防戦になっております。関西学院高校部セカンドダウン2ゴール。しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。反則の発生です。反則発生を示すフラッグが出ています。さあこれは果たしてどちらのチームにあった反則でしょう。長く審判団からコールされます。インターフェア、ディフェンスチーム、ゴール前2ヤードより関西学院高等部オートマチックファーストダウンです。パスインターフェア、ディフェンスのファーストです。マイパスが浮いてない間は双方ともに接触妨害をしてはいけません。今回はディフェンス側にそれがあったという判定となりました。ゴール前2ヤードで攻撃リフレッシュとなりまして、ファーストダウンで関西学院ファーストダウンで試合再開です。ファーストダウンの攻撃で関西学院相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴール。ファーストダウンゴール2号。形とナイスディフェンス。ここで中央ランプレーで関西学院高等部中央のランプレー。そしてここは関西大学第一高校ディフェンスライン2ヤード押し返す形でセカンドに変えます。わずかにロスを奪っています。関西学院相手陣3ヤードからのセカンドランプード。関西学院高等部セカンドダウンゴール2号。中断プレー止まっています。さあ何時かあります。関西学院高等部ランニングバックに中止は大西龍太、中央へのランプレー。ギリギリのところは残り1ヤードあるかないかの状況ですが、関大地高止まっています。ゲームは2ヤード。関西学院高等部3回目の攻撃、ダウンダウン。さあ残りの攻防注目しましょう。エンドゾーンまでは残り1ヤード、残り1ヤード、ダウン。ゴールには届いていません。関西学院高等部さあどう判断する関西学院。フォースダウンインチ。フォーメーション組んだ。フォースダウンギャンブル。タッチアウトになります。ランニングバック21番大西龍太がエンドゾーン。
へと飛び込みタッチダウン。関西学院高等部第4クォーター6点先制。中央へのダイブへタッチアウトが6点獲得となっています。そしてタッチアウト後のワンプレータイフォーポイントに入る。関西学院高等部トライマーシンクのキッカー98番イオリユーゴのキッカー成功。ポイントを取った試合に1点を追加し、関西学院高等部第4クォーター合計7点先制です。ついに均衡が崩れました。しかし凄まじい攻防戦でした。それぞれに名門校としての冠を掲げております両校が、それぞれのプライドをかけた力と力の勝負に酔いしれる、そんな攻防戦でありました。しかしそれをねじ込みまして、関西学院が先制を挙げております。その関西学院のキックオフで試合再開となります。これをリターンします神大地方。さあこのリターンで突破口を見出せるでしょうか。このキックはエンドゾーンを越えましてタッチバックとなります。タッチバックとなった場合はリターンチームを受けて25ヤードからの攻撃に変わります。関西学院高等部のキックオフで試合再開。キックオフされたボールは直接エンドゾーンに入りましたのでタッチバックとなり、関西大学男子高校の攻撃は自陣25ヤードから開始されます。さあ結果的に先制を許してしまいましたが、しかしここからの反撃に注目しましょう。神田地高ボールオン自陣25ヤードからファーストダウン10。関西大学男子高校キャッチアンドラウン7番に図らせました。しかしこれを関学対応しまして、このゲインは2ヤードにとどめています。スピードに乗ったキャッチアンドラウンを起用したのは関大一高の7番津田でした。関大一高自陣27ヤードからセカンドダウン。関西大学男子高校セカンドダウン。しかしこれは関西学院止めます。スナップ乱れタイミングがずれた結果、中央押し込みきれませんでした。ここでホイッスル。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトを取ります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。試合再開となります。神田一高ボールオン自陣28ヤードからサードダウン7。関西大学男子高校サードダウン。
ここでカムバックのスクリーンパス、逆方向にキャッチャーが動かされました。ボールをしかしそこでファンブルしました。なんとか抑えておりますが、結果的には攻撃点更新になっておりません。ボールスタンプに変わります。この選手が抑えていますので攻撃点はそのまま。関西大学第一高校ボンスターの攻撃です。エデルマンイレブン様、メッセージありがとうございます。そうですね、先ほどからおそらくですがフロントのプレッシャーがありまして、センタースナップ乱れていると感じております。関大地高フォースダウンスリーパンプフォーメーションを取ります。このパットはリターンを避けまして、関西学院陣40ヤード付近で外へで攻守交代となります。攻撃権は関西学院に変わります。関西学院自陣44ヤードからファーストダウン。関西学院高等部自陣44ヤードからバースダウンの攻撃。まだいってる。ナイスファーストダウン。22番、関西学院高等部ファーストダウン獲得。タックル来ましたが、そこから粘り腰を見せまして、セカンドエンドの攻撃権更新です。関西学院ファーストダウン、関西学院ファーストダウン獲得です。関西学院22番の坂井、3年生です。関西学院高等部敵陣に入り、関西学院相手陣45ヤードに入りましてのファーストダウン。ランプに続けまして、このランプに留めています。ここは関西大学大高校ディフェンスの反応が良くノーゲイン。関西学院セカンドダウン、関西学院高等部セカンドダウン戦。パス不成功、パスインコンプリート。パスプレーにより突破を図りました。しかしターゲット18番へのパスコントロール定まらず、パス不成功でサードに変わります。関西学院サードン10、関西学院高等部サードダウン。攻撃点は関西大学第一高校に変わります。さあ関大地高校も自陣42ヤードからのファースト安定に入ります。試合時間残り3分3秒、攻撃開始です。ファーストダウン点、パス成功。ここで関西学院一気にプレッシャーかけました。クォーターバック、なんとかこれを回避するためにパスを投げ捨てる形でこのプレーを終わらせています。ダウン代わりセカンドダウンに変わります。関西大学第一高校セカンドダウン。関大地高セカンドダウン10、
クリーンバスを実行。関西大学ラスト高校ターバスの一番上は右から約7ヤードのゲインと入っています。見事なキャッチアンドランを決めましたのは神田一高6番の谷中です。関西大学第一高校サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り3ヤード。審判の判定は判定したボールを関西学院高等部が抑えました。関西学院高等部ファーストダウン、ターンオーバー、攻守交代です。関西大学第一高校ランプレー中にボールを奪い、スクランブルで状況を打開図りましたが、ここでボールをファンブル、ファンブルしたボールを抑えたのは関西学院、従いまして攻守交代です。攻撃が変わりまして関西学院の攻撃に変わります。ターンオーバー、関西学院高等部に変わります。さあ関西学院攻撃に入ります。ボールを持ち39ヤードからファーストアンテン、関西学院高等部ファーストダウン獲得。ボールをハンドを受けまして、ディフェンスのタックルを殺到する中、これを返し右オープン展開し攻撃権更新です。関西学院ファースター。タフなラン見せましたのは関西学院21番の大西でした。2年生です。関西学院ハーフウェイからファーストダウン点。試合時間残り1分58秒。50ヤードからファーストダウン点。前進し約9ヤードのゲイン。関西大学第一高校ここで神田一高後半1回目のタイムアウトを取りました。ここで関西大学第一高校試合時間を確保するためここで守備の段階でタイムアウトを取ります。先ほどのプレーは関西学院高等部ランニングバック25番志浦英介のランプレー、クリアドゲインしています。スローしたのは関西学院25番の志浦でした。試合時間は残り1分48秒の状況、関西一高がここで後半最初のタイムアウトを取りました。神田一高は何としてもこのプレーを阻止したい。関西学院セカンドアンド残り1ヤード、ボールオン相手陣41ヤード、タイムアウト終了。関西学院高等部セカンドダウン1。ナイスラン、ファースター。ここで関西学院22番相手のディフェンスを出入れ、見事に判断しまして攻撃を更新としました。関西学院ファースター、ここは技を狙っていますのは22番の酒井でした。3年生です。ここでホイッスル、関西大学第一高校2回目です。神田一高後半2回目のタイムアウトを使いました。ここで関西大学ラスト高校後半2回目のタイムアウトです。これ金信さんメッセージありがとうございます。大変面白い試合になっていると思います。双方とも普通ならばお互いにもっと点を取り合ってもおかしくない勝負です。しかし互いの意地といいましょうか、凄まじい気迫がこれほどの拮抗した試合を生んでおります。
して試合再開となります。関西学院相手陣34ヤードからファーストダウン10、試合時間残り1分33秒。関西学院高等部ファーストダウン10。中段階これは神田地を止めた。このランプレーは神田地高52番立ちはだかりまして、残り1ヤードの数に変えています。関西大学大地高、ここで神田地高最後のタイムアウトを使いました。ここで関西大学大地高校後半3回目、後半最後のタイムアウトの要求。試合終了までの残り時間が1分24秒で止まっています。さあ試合再開です。関西学院セカンドダウンイレブンで試合再開。関西学院高等部セカンドダウン。さあこのランも取れます。しかし中で倒れているため時計回ります。関西学院高等部の攻撃でしたが、関西大学第一高校ディフェンスの集まりの良くロックをさせています。関西学院は時間ギリギリまで消費を図ります。ボールオン相手陣37ヤードから関西学院サーダウン13。ここでホイッスル。関西学院高等部後半1回目です。関西学院制限時間ギリギリまで待ってここでタイムアウトを投入しました。1回目のタイムアウトの要求です。試合時間残り38秒まで消化しました。この状況打開を次のプレーで図れるでしょうか。タイムアウト解けます。関西学院サーダウン13。タイムアウト終了。関西学院高等部サードダウン。なんと抜けた。ファッサー。関西学院高等部ファーストダウン獲得。関西学院ランプレー。ここランニング21番ディフェンスサットスナーが見事に続け右オープン展開し攻撃更新。関西学院ファッサー。関西学院高等部敵陣13ヤードから新たにファーストダウンの攻撃。関西地高に時計を止める時間はもう残っておりません。ご覧いただきましたように第53回関西高等学校アメリカンフットボール選手権大会2回戦、関西大学大東高等関西学院高等部の試合は関西大学大東高校0点、関西学院高等部7点で関西学院高等部が2回準決勝進出を決めました。
ない素晴らしい戦いを披露しました。ナイスゲームをありがとうございました。乗り越えたことをさらなる糧として、上位に進出してほしいと思います。ナイスファイトでした。素晴らしい戦いを披露しました。ナイスファイトでした。そしてそれに花を添えましたチアの応援も素晴らしかったです。ナイスエールでした。双方ともその名前に名門の名門校の名前を冠する両校、その名前に恥じない素晴らしい戦いを演じてくれました。見事な2回戦の一戦でした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を口にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの部外者でした。この者たちを奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けた。勝利しました。関西学院高等部は、第53回関西高等学校アルミカーソボール選手権大会準決勝に出場いたします。準決勝の講座が行われました。準決勝は、来週6月16日、ここは、いわゆるトップ層に通ずる一つの道筋になるかもしれません。しかし、それは、どのような形に変わるか分かりません。劇的にその世界は大きく変わります。それは大学で名を轟かしていくスタープレイヤーがもたらしていくのかもしれません。あるいは本場アメリカで決算を積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量をより飛ばすものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた手に次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語には登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑むことは叶わなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信を終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は各協会の方々、そして月曜からアメフトバーニーの協力を得まして実現いたしました。本日の配信実施いたしましたのは私、道楽やりさでした。機会ありましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。